メリアス編みですね。赤が良かったんですけど、ちょっと編み物してみたいって思った方はメリアス編みで検索したら YouTube で編み方も山ほど出てくるんで、それを私はこの針ぐらい細い編み棒で編んでます。はじめこのね、手前からすくうやつ、これなんだ、裏編み、めっちゃ大変。これ裏編み、表編みと裏編みがあってね、見えてます？これ皆さん、皆さんにこの編み物の世界、ミニチュアの編み物の世界を広めたくて、もうほぼ針やからね、これ針細さ、メリアス編み、これ表裏編み、表編みやんね、次手の感覚がちょっと、さっきなんかかぎ針編みはもうずっとやってるから忘れないですけど、ほらこう人形サイズやからね、この太さ。ほんまに針やわこれ。私多分このカウチ編む時こんな一番細いやつで編んでないかもしれん。なんかちゃうもん、あの持ち心地がめっちゃ細いから、これより太めで編んでたんかも、このカウチ編は。まあ太めって言ってもあんまり変わらんから、ただめっちゃ細いわこれ。あ、モズさんこんばんは、ありがとうございます。またまた、めっちゃ細い。あ、2段編めた。なら次また裏編みね。これかぎ針のモチーフ編みで、これもかぎ針ですね。かぎ針はまだ糸をすくいやすいんですけど、こっちは無理やったわ糸。あ、こんばんは、チャビさん。チャビさん、はじめましてですかね。ありがとうございます。編み物が好きな方ですかね。ミニチュアの編み物世界、編み物セラピーって書いてあるんですけど、編み物ってあのセラピーになるんですよ。心が落ち着く、こう無心になれるから、こうずっとこう編んでると心が落ち着く、こうセラピーになるって言われてるんですけど、これセラピーにならへんな、これいいってなるから。可愛さで癒されますけど、ちょっと待って、もうほらいいってなる、これセラピーにならんっていう。4段目ほら、でもちゃんとメリアス編みになってる、ちっちゃい。
慣れてきましたね、これ。もう初めよりは。ほんま持ち紙やらないといけないですけど、多分4枚ぐらい遅れてるから、毎日モチーフ1日1枚編み続けてるモチーフ4枚遅れてるんですけど、なんか今日はあのミニチュアを編みたくなって、あ、じゃあミニチュアものを作りたくなって、たまに作りたくなるんですよね、ミニチュア。引っ掛けないと無理かもしれない。どうやんやったっけな。一個引っこ抜くでしょ。もう一個行くんですよ。あ、違う。逆やった。表やみ。こっち側。もう一個行きます。引っこ抜きます。これをこの2本、引っこ抜いたこの2本を、これで、こうすると。こうね、そういうことね。これで、引っこ抜きました。で、また、こうすると。2本を、かぎ針で、2本、この2本をこうやるとね、この2本をこうで、こうやって閉じていくんですよ、こっち側が。ここが閉じられるんです、これで。これがかぎ針を使った閉じ方なんですけど、棒針も同じようにできるんですけど、かぎ針の方が引っ掛けれるんで、こうやってこうやってこれを引っ掛けれるから、これを、トートバッグにするか、このサイド縫い付けて、これで両サイド縫って。裏返して、で持ち手をつけてバッグにします。鎖編み5 1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、あ、ありがとうございます。14、10、15ぐらいね。
もう、ありがとうございます。ゆみちんさんは私がいつも遊びに行ってるライブ配信で、最近出会った方です。シリアの子供たちのライブ配信で、ありがとうございます。もうもうできますけど、これ編んでたんですよ、さっきまで。この小さい編み棒でこうやって、トートバッグ、販売はしてなくて、もう完全趣味で、もう配信してるだけです。 YouTube で作ってるところ、いちご入れたら可愛いかなと思って、ちょっとまたライブします。動画もまた上げますね。ありがとうございました。